宮崎さんは脚本を書かない。代わりに絵コンテがその役割を果たすのだけれど、作画がスタートするのは絵コンテ完成の1年以上前だから、スタッフの誰一人映画の結末を知らない。なりようなんかないですよ、僕だってもうね、本当に何かに沿ってやってんじゃないんですよね。どういう映画にこの映画はなるのかね、それは分からないんですよそれがあの映画に作らされてるって、うん、本当にそうです。映画になってくれなきゃ困るから。ぶら下がったら折れるかね。折れそうな気もするし。面白いね。いやでもだから、なんかね、こういう僕なんか全部焼け野原になるとかいろいろ思うじゃない、はい、子供の顔を見るとそういうことは言えないんですよ、ね、それ大事なことなんです。この世につなぎ止めてるのは子供なんですよ。この子っていうだけじゃなくて、子供一般なんですよ。小さい子は本当によくちゃんとそういうことは覚えてる。みんなはドキ、お客様とって許せぬ。監督の指示が夏希さんの役者魂に火をつける。はいはいこのように極まれる、うん、大臣。それ、さてもこのように極まれるお大臣様のおなりだよ。それいらっしゃいませ。それおねだり、おねだり、おねだり、あおねだり、あそれ、あそれ、あおねだりだ。いいと思います。ちょっといいと思います。ずっと行けばあの街に続いて気がする。